9時30分スタートしますよ。結構車が集まってますね。8時45分です。西川流域宇佐川源流の火がありますよ。キャンプ場の横の道を歩いています。朝の龍宮滝を見ました。さあ、この上に行ってみましょう。小龍の滝です。音が響きますね。ここは狭いですよ。ここにトンネルがありますね。分岐です。ずっと急なトンネルというのが続いてるんですね。戻って見ています。さあ、9時7分です。先ほどの分岐ですよ。さあ、トンネルを歩きます。
9時17分、三谷山と蛇口さんの案内がありましたよ。緩やかな道です。沢がいくつかありますね。9時30分、分岐です。下に行くと滝です。行き止まりですよ。なんか幻想的ですね。橋が続きますね。お、石が濃いですね。これが水力製材所跡なんですね。さあ、少し上にも石垣があってベンチがありますよ。あ、10時7分です。また橋がありますよ。小さいけど塩嶺草が咲いています。結構ありますよ。山形湾です。人が住んでたんですね。
10時30分です。雪が残ってますね。お、見えました。これが犬越峠ですね。10時44分。この峠から新谷山を往復してきます。木が育っていますね。南の方向です。山道も雪残ってますね。片栗が咲いてるはずだけども、どうなったんでしょうね。めちゃ道が続きますよ。10時58分。あと400メートルです。頑張りましょうね。あ、雪がなくなったら助かります。あ、あった。これが片栗ですよ。逆地さんの方向です。向こうも雪があるでしょうね。ああ、なだらかになりました。ああ、あと5分が出ました。一回下るんですね。なんか低いところに来そうです。ポツポツ片栗が咲いていますね。笹を買ってくれています。あ、ありました。11時9分です。三角点ですよ。標高1234メートル1、2、3、4で並んだんですね。山頂は樹林帯です。そして広くはありません。反対の縦走路があります。木の間から麓は見えてるんですがね、写真が撮れませんね。そして東方向、先ほどの標識あったところが高いですよ。100メートルほど下ってみましたが、樹林帯ですね。11時22分。さあ、逆地さんに向かいますよ。鳥が鳴いています。11時30分。本当はこっちは高いですよね。さあ下りますよ。新谷山ですね。下ります。11時45分見残し峠に戻りました。
片栗寺聖地入ったらダメですよ。こっちの方も結構咲いてますね。ここは多いですね。12時5分です。ピークです。一回少し下りますよ。片栗まだ咲いてます。またピークです。12時15分ですよ。今度は緩やかに登りますね。標識がありますね。あと 1.2 キロと書いてあります。たまに人とすれ違います。ずっと雪あるそうですよ。ここはないですね。尾根も溶けてるかな。12時33分、南寂地山の山頂だそうです。1309メートルと書いてありますよ。ここは奥に山が見えていますね。冠山かもしれませんね。そして、あれが寂地山でしょう。片栗あるんですけれども咲いてませんね。寒いんでしょうね。でも雪解けしてるところ咲いてますね。あったかいところもあるんです。さあ12時45分あと200メートルで山頂です。片栗の葉っぱはたくさんあるけども展望がないですね。もう最後は雪がないんですね。来ましたよ。2回目の寂地山山頂です。12時49分ですよ。なんかカラスが喋ってるよ。1337メートル、山口最高峰です。寂地山も樹林帯で展望がないんですよね。
残念。そしてここは島根県との県境です。しばらく県境歩いて、そして広島県の県境も近いんです。こっちにも片栗が咲くんですが、今はまだ雪が残ってますね。4月に入って降ったからですね。さあ山頂でも片栗が咲きますよ。さあ12時57分降りますよ。風があります。左が南寂地山で、右の奥に見えているのが右谷山でしょうね。さあ13時です。分岐です。寂地林道に向かいますよ。 1.8 キロ。べっちゃ道だ、ずっとべっちゃ道だ。植林帯です。ジグザグに下りますよ。こんなところにベンチとテーブルがありますね。水の音がします。右下に広い道が見えてきましたよ。かなり下りましたね。広く見えたけどもまだ山道ですね。なだらかです。標高1050メートル、延命水ですね。雪解け水も混じってるんでしょうね。歩きやすい道ですね。風があります。さあ林道まであと500メートル。また川が下になっていますね。急な道です。山は片晩です。13時45分、林道終点に降りました。これは永山水路じゃないかな。まだ雪がありますね。遊歩道がありますね。こっちから行ってみましょうか。さあ14時14分、川まで降りてきましたよ。犬戻しの滝です。
14時24分またあの車道に合流しました。ここは桜が咲いてますよ。まだ桜が綺麗ですよ。14時46分朝方の寂聴町井口に戻ってきました。帰りは車道でなく遊歩道歩いてみましょう。さあセンターが見えてきましたよ。14時50分です。駐車場に戻ってきました。第2駐車場です。宇佐神社にお参りしに行きます。